はい、長谷ショッピングです。よいしょ。はい。よいしょ。はい、今回はこれ、ブラザーから出てますインクジェットの複合機です。これをね、買いました。型番は MFC J6583CDW。 昨年末ね、ちょっと注文したんですけども、生産がちょっと間に合ってなかったんで、1月届きました。ブラザーの複合機、8年間使いまして、ハイタンクがいっぱいになったんと、あとノズルがねちょっとだいぶ詰まり出してきたんで、もう諦めて買い替えたんですけども、ハイインクタンクはね、いっぱいになったらね、諦めてしまう人も多いと思うんですけども、一遍全部ばらしまして、ハイインクタンク一応スポンジね、取り外して、綺麗にはしたんですけども、まあそれでもね、ちょっとインジの方がね、もう一つ綺麗に戻ってこないんで、それ以上もう手尽くしても仕方ないかなと、諦めてもう今回これに買い替えたんですけども、で、前は、二段式のカセット、だったんですけども、A3 と A4 できたんですけども、今回はね、傘も上がりますし、場所も大きくなるので、もう一段式。いろんなね、種類があるので、どれ買うかね、迷うところはあると思うんですけども、私の条件としましては、まあ A3 が出力できて、なおかつ、スキャナーが A3 使えるタイプ。そこはちょっと絶対譲れない。点なんで、選んでいくと、まあ、最低ラインと言いますか、まあ、このクラスは必要になってきます。まあ、ブラザーさん以外にもね、あるんですけれども、業務用としてはね、すごくね、ブラザーさんのやつがね、使い勝手が良かったのと、まあ、耐久性ね、自分で体験して、1台は潰れましたけども、まだ1台はね、綺麗に動いてくれてるんで、その耐久性ですね。そこで私は今回もブラザーさんを選びました。ちょっと開けてみますね。こんなぎっちり入ってます。トリセツですね、簡単のね。あ、これは最初のね、スタータイングね、いろんな評価でもね、よく見るんですけど、インクの減りがすごく早いと。使ってない時でも、まあ電源を入れてる状態ですと、ヘッドクリーニングをね、定期的に自動的にやるんですよね。それは他のメーカーさんでもあると思うんですけども、まあそのおかげでね、詰まりにくくはなってるんですよ。はい。何でしょうか。今オープンしてます。ね。オープンしてる動画。はい、こんな感じ。おやつ。ありがとう。何おやつって。1個しかないから、どら焼き半分だ。どら焼きの半分ですよ。いや、揉めたら仲良く入る。はい。で、これ、こういう感じでね、A3 ですんでね、本とかでもね、見開きの形でね、一発でね、スキャニングできます。一時ね、本を自炊するという言葉が入りましたけれども、例えば、本棚がいっぱいでね、ある程度整理したい。まあ、著作権とかの問題もあってね、勝手にコピー取るのはね、良くないんですけれども、まあ、自分の持ってる本でね、もうデータ化してしまったり、あとまあタブレットとかにね、取り込んでタブレットの方でね、見るとかね。でまあそういうね、自分の家の中の整理ですね。まあ本とかそんなのもそうですし、あとアルバム、古いアルバムとかを、まあ写真をね、たーっと並べて、でまあスキャニングかけて、もうデジタルとして取り込む。そういう形でアルバムをね、整理している方もおられるみたいなんでね、A3 のこの1台があればね、そういう、形でね、使えるんじゃないかと。あと、私は A3 のプリンター、特に最近よく使ってるのは、旅に行くときに、今、プランをね、ある程度絞るんですけども、やっぱ地図とか、その情報をね、打ち出すときに A4 じゃちょっとちっちゃい場合があるんですよね。そういう場合はね、この A3 で打ち出しておくとね、すごくね、見やすいんですよね。入ってました内容物としてはね、これだけです。設置ガイド、インストール用のね、パソコン C、ユーティリティ、CD ですね。
簡単操作ガイド。まあそんな分厚いもんじゃないんでね。で、まああとはオンラインのこんなやつとかね。あとちょっと用紙ですね。A4 の用紙が名前が入ってますね。で、電話の、モジュラーですね。ローラークリーニング用シート。こう2枚入ってますね。一液、洗浄用キット、拭き取り用。これを、まあ、説明書に従ってやれば、ローラーの汚れがね、綺麗になるということだと思います。このボタンをね、こう、あれば、縮みますんでね。こうやれば、最大すれば A3 までいけると。横置き、こうやったら A4 の横置きでしょうね。で、これまあ A4 タイプであればね、こう入れた時に収まりはいいです。A3 にすると、こう入れた時に、まあこれぐらいね、空きが出ますんで、まあそれはね、この、ガイドがあるんですけども、プリンターと。それをね、ちょっと出してあげればね、まあ多少隠れるかなと。まあこうしないとね、紙にね、ホコリがつくんでね、ホコリついたままローラー巻き込んでいくんで、余計ローラーがね、汚れやすくなってしまうんで、まあこういう使い方も A3、常に A3 でいいんやっていう方はね、A3 入れて、あと A4 の方を後ろの方にね、セットする。後ろの方で、こちらも緑側のね、ここを押せばね、しますんで、ここに A4 を入れて常時、そういう状態で使うこともいいと思いますけども、A3 にするとね、これを立ち上げていかないとダメなんで、こうなるとね、後ろにスペースをかなり取られるんですよね。A3 ここ立てるとね。それやったら、こっち側に A4 をして、ね、こっち側に A3 をね、セットする使い方であればね、はいいかなという感じです。で、あとケーブルなんですけども、はい。こっち側ね、電話。壁から来るね、電話の文字のここに入れて、こっち側は電話なんで、こっから出して、電話に気につなぐと。するとファックスも使えるようになるという。だから電話のね、親機近くにこれを置かないとダメなんで、まあ場所的にね、ちょっと限定されるんですけど。で、こちら側が LAN ですね。無線じゃなくてもいいです。ただの LAN ケーブルでパソコンつないでもいいですし、これとルーター、有線で USB をつなぐときにはここにね、差し込んで、ここに這わしていって、溝に。で、後ろから出す感じです。まあ電話もそうなんですけども。そうやってね、綺麗にちょっと収めるという感じですね。電源投入。とりあえずホームアップが終わりますとね、この印刷チェックシートが出てきます。で、まあ今出てきたやつはちらっと見てまして、まあ綺麗にね、全部出てますんで。はい、上がってきましたね。あ、これチェック入れなくなるか。チェック入れて次の項目を押すと、こんなね、標準インストール。こういう画面が出ますね。はい、インストール終わりましたらね、アイコンが2つできました。スキャナーのね、ソフトと、あとはユーティリティソフト。で、今からね、ちょっとスキャナーかけてみようと思うんですけども、こちら側に入ってます、スキャン。このコントロールセンター4。このソフトがね、編集機能が、いろいろありますんで、こちらでね、ちょっと撮ってみたいと思います。それではちょっと用意して、先日お邪魔しましたね。三木山死に声のマップね、とりあえず試しに使わせていただきます。はいはいはい、では取り込んでみます。こんな感じでね、今取り込み終わりました。で、これで編集機能、ここはね、編集ですんで、編集。で、まあ、回転させたり、あとは、まあ、部分的なトリミング。例えば、ここだけね、取り出したいんでしたら、
こういう感じでこうしてあげれば、はい、これだけね。まあスキャナーはね、こういう形で使います。あとはプリンターをね、設置する場所なんですけども、まあスペース的にね、ちょっと厳しいかなとは思うんですけども、ここにね、乗せてみるようにします。セッティングできました。まあちょっとね、これは張り出しますけども、まあ十分ね、後ろのトレイもね、 A4 いけてますんで、これで使えると思います。それではね、最後にね、スマホのね、アプリからね、プリントアウトをしてみたいと思います。スマホからね、使う場合はですね、iPrint&Scan というね、アプリがね、 Android も iPhone も、ありますんで、それを取ってきていただいて、でまあこれを立ち上げますと、こういう形でね、まず下に、プリンターの方がね、機種名が出ますんで、でこれであとまあ機能はね、プリントスキャンとかね、まあコピーファックスとか使えるんですけども、まあとりあえずね、スキャンの方を、現行サイズ A3 ね、でこのままスキャン、今動いてますね。完了。はい、これで先ほどね、パソコンで撮ったと同じやつがね、こういう感じで取り込みます。はい、こんな感じでね、使えます。でまあ保存はしたければ保存ですけどね、まあ、今回は保存しませんので、であと今度はプリントですね。プリントもね、こんだけ、まあ自分のスマホの中の写真であったり、まあドキュメント文書ですね、 PDF とかで、まあ、あと、まあ、グラウドサービス、この辺、E メール、まあ、この辺じゃなくて、ただのウェブページね、これ、今ちょっと、ブラウザーを検索してたので、で、複合機、複合機、インクジェット複合機、プリントプレビュー。こうすると、ページ内が全部、とりあえず、読み込んできます。はい、これだけね、今読み込みました。でまあまあ試しに1枚だけなんで、一番上だけね、選択した形です。でこれをプリント、はい、印刷できました。はい、こんな感じでね、このページがね、こんな感じで印刷です。こういう使い方ができるというアプリです。今日ご紹介しましたインクジェットの複合機、家庭内に置くのには必要ないかなっていう人も多いと思うんですけれども、まあいろんなね、使い方できますし、目的をね、持った方でしたら、まあ便利な複合機ではないかなと思います。開封からどんな感じかをね、お伝えしてみました。ではでは。